皆さんこんにちは、くるみどりチャンネル略してくるちゃん。今回は私からちょっと皆さんにねお願いがありまして動画を撮らせていただいております。くるみどりチャンネル略してくるちゃん。今この冬のシーズン、結構ね観葉植物は休眠状態に入ってお世話をするっていうことが少なくなる、手間がねなかなかかからないような時期に入ったんですけど、この季節が終わると皆さん待ちに待っている方もいらっしゃると思います。植え替えのベストシーズンが待っております。で、私もこの4月そして5月6月のベストシーズン、これをね心待ちにしているところなんですけれども、この前の今の冬ちょっとね手が空いている時間に私は皆さんと一緒に土作りをしたいと思っております。で、なんで私が土を作りたいかっていうのは、私個人的なことをまずお話しさせていただくと、今まで自分で市販のものではなくブレンドしたものを使って自宅の観葉植物を植え付けていました。でね、この YouTube を始めさせていただいて、多くの方にくるちゃんってどんな土使ってるんですか、何の土使ってるんですか、おすすめ教えてくださいっていう風なコメントをたくさんいただいていたにもかかわらず、私は明確なアドバイス、あとはこれがおすすめですよっていうのを皆さんにお伝えできていなかったと思います。で、これはね私がいけないと完全に思っております。自分自身の土にまず正直なところ自信がありません。で、これは何でかっていうと、自分の感覚で植物が、あ、これを配合したからこれ喜んだなっていう感覚はあるんですけれども、明確にこれが植物にとって良かったからこうだったんだ、だからこれを使ったっていう風な形で皆さんに納得いくような形での説明が正直できないなと私自身が感じております。自分の足りないところだと思いました。痛感しております。ここでじゃあね、この時期にせっかくだからもう一度一から土のことを勉強し直して、それで土を見返して、で土を自分の中で皆さんに自信を持っておすすめできるものを作り上げたいっていうふうに思いました。これで私はねこの期間に土作りをしようと思ったんですけれども、ここでじゃあね、せっかくこうして皆さんと YouTube でつながれた、皆さんとボタニカルライフをシェアしている私はつもりでいます。シェアして楽しんでいるつもりなので、だからこそ皆さんに今まで使った土こうだったよ、ああだったよっていう風なアドバイスとかコメントをいただいた上で、皆さんが求める土を私も使いやすい、皆さんも使いやすい土を作れたら一番皆さんにとっても嬉しいだろうし、私にとってもメリットたくさんだと思いました。今回ね、この YouTube を通して企画ものとして皆さんと共に土作りをしていきたいと思っております。そこでこのねお正月から私の動画をこう見てくださって、忙しい中家族団らんの時間をちょっと割いてねこうやって見てくださった皆さんにお願いが3つあって、ぜひこれをねコメントにてお寄せいただきたいんですけれども、1つ目、今まで使ったことある土教えてください。どんなブランドのものでも構いません、メーカーさんのものでもいいです。市販の土こういうの使ったよっていう風な形で、聞いたことある土で言うと、まあ、私は花心さんの土も使ったことあるし、あとはプロトリーフさんのね土が売ってたりもしますよね。そういった形で市販で観葉植物用として売られているものを、こういうの使ったことあるよっていうのをねちょっと皆さんにお聞かせいただきたいなと思います。でね、2つ目、その使った土の使用感感想などを寄せていただきたいです。この土使ってこういうところが良かったよ、でもしくはこれがねちょっとねこういうところがいまいちだったとか、ここの土はこうこうこうでこういうメリットがあったけど、例えば自分の失敗談があればそれもねお聞かせいただきたいです。メリットデメリット全て踏まえてそれを考え抜いた上でいい土作っていきたいので、皆さんの使ったことある土の感想2番目に教えてください。でね、そして最後3番目、これ聞きたいのが、これから作る土に求めることを教えてください。私は例えばですけど乾きがいいだとか虫が湧かない、あとはもちろんコスパもいい方がいいですし、例えば細かいところで言うと保管がしやすかったり、あとはね肥料は入ってた方がいいなって思う方もいれば、自分でね肥料は入れるので元肥とか入れないでほしいという方もいらっしゃると思います。皆さんの多くの声をいただいて、こうね、いい土作っていきたいなと思っておりますので、ぜひねそういった使ったことある土、そしてその土の使用感で、あとはこれから作る土に求めること、これをねぜひ皆さんにコメント
メントにてお寄せいただきたいんです。いろんな方の声を聞いて、そして私はこれからまた勉強し直します。土のこと、何が必要でどういったものが配合されていると観葉植物が喜ぶのか、もう一回一から勉強し直して、皆さんからいただいた声とともに配合をして、あとはね、もちろんこれ作ってじゃあこれでいいですねじゃないと思うんですよ。ここから私は実証実験をして、その土を使った結果観葉植物にどういう変化が出たか、こういうとこもね見ないと、植物にとっての土、これがいいものなのか悪いものなのか適してないのか、そういったとこわからないので、これをまずは配合をやってみる。その中でじゃあこういった配合にしたから、同じような環境でこれを育てた結果こんな違いが出たよ、こんなところまでやっていきたいんです。ちょっとね突き詰めて研究していきたいなと思っておりますので、皆様からのコメントとっても重要視させていただきたいと思っております。お寄せいただくと嬉しいです。もちろんこれはその経過を皆さんに見ていただこうと思っております。こういう風に、ね、勉強しました、これで私調べましたよだとか、あとはねその実証実験、こういう実験してこういう結果が出ましたっていう風なお話もしていった上で、それで皆さんからまだね途中途中、あ、それってこうなんじゃない、ああなんじゃないっていう風なディスカッションもねできたら、一番この YouTube って皆さんとの距離が近いようなコンテンツだと思うので、そういった形でうまく最終的には私も使える、皆さんも使える、自分で配合するって面白いボタニカルライフをもっと好きになれるような土を作っていきたいと思っております。それでね、みんなで一緒に植え替えシーズン迎えましょう。そして植え替えしていきましょう。楽しんでいきたいなと思っております。皆さんの協力をお待ちしております。はい、ね、今回はね私からのお願いばかりになってしまって、皆さんにとってなかなか有益な情報をお伝えできたかわからないんですけれども、これからそれをやることによって皆さんにとってとってもメリットになるような土作りできると思いますので、今回の動画ご視聴いただいた方、応援くださる方、グッドボタンいただけると嬉しいです。あとはね、これからの経過ちょっと見てみたいなって思ってくださった方、チャンネル登録までであればチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、くるみどりチャンネル、くるちゃん、新年からねちょっとお願い事になってしまったんですけれども、皆様と楽しみたいっていうお願いなので、ぜひこれからも楽しんでいただけると嬉しいです。今回はこの辺で、バイバーイ。